どうも、お疲れ様です。即歌塾の久保です。今回の舞姫大学特別講義なんですけども、まあ講義というほどもんではないですけどもね、えー、前回のナミさんのね、動画、モチベーションが上がるというね、自然に行動力が上がる方法についての動画を見てのちょっと感想と言いますかね、まあこれは一般論になるかもしれませんけども、不思議だなと思うことをね、お話して今日の動画にさせていただこうと思います。まあそれはですね、まああの、よくネットビジネスをする上で、 モチベーションがななくくてて続かいいっていうことも聞くんで,すよ、ね、でもそもそも最もモチベーションが上がらないのって多分お勤めの会社に出社することじゃないですかねでその会社勤めが嫌だからネットビジネスの方に行ってちょっとね副業をとか副収入をとかできればそっちの方で在宅で本業みたいに考えてらっしゃると思うんですよそれはものすごくいい選択肢だと思いますなぜなら私もね同じなんですけどもこうやってずっと自宅にいてお金を稼いでるわけですよ だから出勤っていうものがないんですよね定期券もありませんし車通勤で渋滞に悩まされることもありません、まあ、そんな私がね車を4台も買ってるのはどういうことやって話になりますけどもそうなんですよ完全に移動手段じゃなくて趣味なんですよねまあそこはちょっと置いといてですね何が不思議かっていうと一番モチベーションが湧かない会社に出社するっていうことを時間通りきちんきちんとこなしているのに よしネットビジネスするぞーっていう風にね新しい可能性にチャレンジする本来最もモチベーションが高いネットビジネスをやることがねなんか億劫になっちゃうっていうのは不思議なことだなと思うんですよで嫌なことは続けるのに希望のあることはなかなか手を出さないこれどういう心理状態なのかなという風に感じるんですよねもちろんねネットビジネスって今まで習慣化されてなかったですから新しく取り組もうとするとまあ億劫なんのは分かりますよ 今私ね、キックボクシングの試合に出ようと思ってね、10月1日にトレーニングしてるんですけども、モチベーションが湧く湧かないってどういうことかっていうと、だって私はそのキックボクシングの試合にね、専門家として出るわけでも、経験者として出るわけでもないんですよ。で、この前ね、体力テストで反復欲跳びしましたけども、1分間できなかったんですよ。ヘトヘトですよ。だからね、リングに立つのは無理だなと思うんですよ。でもなんでトレーニングを続けて10月1日を目指すのか。 これはね何の得もないんですけどもやってみたいっていう好奇心なんですよねそしてそこで本当にできるかどうかわかんないけどもリングに立ちたいなっていう思いがあるからなんですよ何なんでしょうねこの思いってのは内側から湧き出てくるものであってロジカルに組み上げるもんでもなければ誰かに説得されてるわけでもないんでね普通つ,うつうと湧き上がってくるんですよきっとネットビジネスを志した時もそういった思いから多分ねインターネットで検索したりとか YouTube で それらししい人を見つけたりととかしてると思うんですよだからその未知への挑戦っていいますかね、うん、自分のまだ見たことのない自分自身に対する憧れっていうものかな、うんまあ、ぼんやりと私はそういうふうに思うんですけどねなんで私は自分自身にモチベーションが巻き起こってくるのかわかんないですよね。まあ言えるとすればなんかモデルになってる人がいるんでしょうね。まあ例えば 私はカンフーの映画が好きなんでいろんなカンフー映画を見てきてその主人公になりきりながらねあの日々を過ごしてるんですけども実際に自分がああいう戦闘の場に立ったら自分の体は動くだろうかっていう風な形で映画の主人公とかに自分を重ね合わせてるところなんでしょうねですんでビジネスで何か身を立てようと思ってもどんな人になりたいのかみたいなことを思い描くのは面白いかもしれないですね、えー、昔でしたらね ホリエモンみたいに上場企業を作りたいみたいなことがあったかもしれませんし、その、球団を変えるぐらい金持ちになりたいみたいなこともあったのかもしれませんしね。企業ブームっていうのはそういう時に起きましたけども、今はどうなんですかね。ネオヒルズっていうのもありましたけども、なかなか今はね、ネオヒルズっていう時代でもないし、みたいなところですよ。まあ私はね、隠居っていう形を持って、そんなに大々的にメディアに出たりとかあの、チャンネル登録100万人を目指したりとかしてませんけども、でもこうやって穏やかにやるだけでも、自分と自分の家族だけはね、 きちんとやっていきますしご覧のような一戸建てもローンもなく変えたんでね、うん、だからちょっと頑張ったらいろんな世界が見えてくるんだよなかろかって思うんですけどもねそのちょっとを今日頑張ってみたらどうかなとその積み重ねが大きなところに自分を運んでくれるんじゃないかなと思いますね、うん、まあこれをやったらいいよっていうお話に、ね、ならなかったんですけどももしね自分のモチベーションにもうちょっとプッシュアップをかけたい方は是非ね ナミさんの動画をご覧いただければと思いますそれでは今回は以上ですありがとうございましたよろしくメガドック